どうも皆さん、笑顔がいいね。サムザスマイルの K です。本日はサムスマスポーツ2021天皇杯皇后杯編です。内容に入る前にチャンネル登録者数の方ですが、現在446人となっています。ありがとうございます。また地元藤沢に帰った時に一番びっくりしたのが、このチャンネルを僕のおばあちゃんが見ていることでした。90歳超えのおばあちゃんがどうやってと思ったら、普段お世話になっているデイケアの職員の方が施設のテレビ画面に映してくれているとのこと。いや、ありがたい。デイケアの皆様、いつもばあちゃんをありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。さ、といったところで、こちら先週女子の皇后杯の試合結果です。まずは1回戦、筑波大学が現在 V2 3位のルートインに、鹿屋体育大学が V2 4位の JA 岐阜にそれぞれ2対1で勝利しました。また女子では唯一の皇后カテゴリーから参戦した下北沢聖徳高校が V2 所属のブレス浜松に2対0で勝利し、続く2回戦でも V1 所属の日立アスティーモに1セットを奪う健闘ぶり。来年1月5日から始まる春高バレーに向けていい収穫となったことでしょう。皇后杯ベスト4入りしたのは久光。昨年の女王 JT をフルセットの上に粘り勝ち、特にベテランの域に達した6番石井由紀選手の床際のボールを何度も拾い上げる姿が印象的でした。そんな久光と準決勝で対するのは PFU、 チーム初の4強入りで勢いに乗ります。今シーズンはまだリーグ戦において両チームの対戦はなく、予測不能な楽しみな一戦となっています。そして右上ブロックからは NEC が勝ち上がっています。リーグ戦でも2勝を挙げている姫路と岡山に対して危なげなくといったところでした。対する右下ブロックは取れ、今大会唯一失セット0でここまで勝ち上がっています。昨年は決勝で JT に敗れましたが、昨年の女王なき今満を持して優勝を狙っています。取れ対NEC の今季の対戦成績は1勝1敗、セット率でやや東レが優勢ですが、実力伯仲、どちらが大舞台のプレッシャーを楽しめるかが鍵となりそうです。続いて先週男子の天皇杯の試合結果です。まずは1回戦、インカレ準優勝の順天堂大学が V3長野ガロンズに勝利したのを皮切りに、中央大学が V2 の金田に、仙台大学が大同特殊校にそれぞれ勝利し、 V1 チームとの挑戦権を獲得しました。はじめにベスト4入りを果たしたのは現在レギュラーラウンド7位の JT 広島、同4位のサントリーを破っての4強入り。やはりリーグ戦での 3-0 勝利は大きかったかなといったところ。対するは現在 V1 2位の堺、昨年王者の JTEC とフルセット、しかも最終セットは15対13の末に勝利しました。リーグ戦での JT 広島との対戦成績は2勝0敗となっており、 JT 広島がどんな戦術で堺に挑むか注目です。反対側、右上ブロックはウルフドックス名古屋、2回戦での V2 ボレアス北海道との死闘を制し、3回戦では話題の FC 東京と対戦。いずれも勢いのあるチームを抑えてここまで勝ち上がってきています。そして右下ブロックからは東レアローズ、東レは男女チームともに4強入りとなりました。そんな男子アローズは強豪パナソニックをフルセットの末に勝利、最後の1点の瞬間、ベンチスタッフ陣、特に篠田監督のワンタッチはないよアピールがらしさ全開でした。
名古屋と男子アローズの今季の対戦成績は男子アローズの2勝となっており、こちらもウルフドックス名古屋の戦い方に注目です。今回の今週のいいねは VC 長野トライデンツの池田浩太選手です。前回の動画で男子のゲームで使用されるボールがミカサからモルテンに変更になるというお話をさせていただきました。本来ならここで男子のサーブやレセプション、サーブレシーブがどのような影響を受けているかお伝えしたかったのですが、今大会の帳票がウェブ上のどこにも見当たらず、データを紹介することができませんでした。試合の映像を見る限り、ほとんどの選手がサーブに関する大きな変更はせずに挑まれているように見受けられます。そんな中で VC 長野の何人かの選手がハイブリッドサーブを行っていました。特にご紹介した池田選手のサーブが効果を発揮している場面が分かりやすかったので、後ほど詳しく見ていきたいと思います。ここでバレーボールの見方になりますが、ハイブリッドサーブとはというところを説明するために、バレーボールのサーブの種類と分類について説明したいと思います。説明が長くなるので、池田選手のハイブリッドサーブについてはタイムテーブルを使って早送り推奨です。バレーボールのサーブはまずジャンプを伴うかどうかで分類されます。ジャンプをしないで行うサーブには初心者の方が用いることが多いアンダーハンドや、コーチングの場面でよく使うサイドハンド、今はあまり見ることがなくなったオーバーハンドや、ノージャンプで強烈なトップスピンをかけるドライブサーブ、そしてノージャンプのフローターサーブです。それに対してジャンプを伴うサーブの主流はジャンプフローターサーブと、一般にジャンプサーブと呼ばれているジャンプスパイクサーブです。現代バレーのトップチームではほとんどがこのジャンプフローター、ジャンフロかジャンプサーブ、ジャンサが用いられています。このジャンサについては右手でトスを上げたり左手でトスを上げたり微妙な違いはありますが、基本的にはジャンサといえば同じものです。ただしジャンフロに関しては片足踏み切りと両足踏み切りで区別する必要があります。片足踏み切りの分かりやすい例は木村沙織さんですね。僕も中学生の頃から真似をしていたので、プレーをする上で未だに一番しっくりくるのはこの形です。両足踏み切りに関しては誰というより、高校生以上の男子選手の多くはこれになってるかなと思います。漫画ハイキューのカラスの高校のリリーフサーバー山口くんも両足踏み切りでしたね。片足踏み切りと両足踏み切りの大きな違いは打点の高さです。片足踏み切りはボールが手から離れるのと足が床から離れるのがほぼ同じタイミングなので、全身を使った跳躍はできません。両足踏み切りはボールをトスした後に踏み込んで飛ぶことができるので高く飛ぶことができます。サーブ、特にジャンフロに関してはただ打球が速かったり打点が高かったりするだけでは効果的なサーブとは言えません。なぜならジャンフロの無回転による不規則な変化が効果を発揮するからです。ただしサーブに関して助走の距離を長く取り、助走のスピードを速く、打球時に相手レシーバーへ近づき、打点を高く、打球を速くすればするほど効果的であると言われています。片足踏み切りのメリットはジャンプやトスの高さが低く比較的安定することと、60キロ前後の中速で変化する無回転ボールを打ちやすいことだと個人的に思っています。それに対して両足踏み切りは
先ほど挙げた効果的なサーブを打つためのポイントを抑えるのに適した手段と言えます。これらのことを整理した上でハイブリッドサーブはさらに利点があります。それは無回転とトップスピンを打ち分けることができるという点です。男子のネットと女子のネットでは若干の違いがありますが、打点高が3メートル前後の位置から放たれるサーブにおいて、無回転では70キロを超えるとアウトになりやすくなります。それに対してトップスピンサーブでは130キロを超えてもコートの中に収まります。限界値は分かりません。両足のジャンプフローターの助走から両手でトスすることで打球する寸前まで70キロ前後の無回転のボールが飛んでくるとカモフラージュした状態で100キロを超えるトップスピンのボールを打ったり、そう思わせておいて通常通り無回転のサーブを打つことをこのチャンネルではハイブリッドサーブと定義しています。このハイブリッドサーブのお手本のような一連のシーンが手の杯2回戦 VC 長野対 FC 東京戦での池田選手です。さあコート左側オレンジのユニフォームが VC 長野、今サーブを打とうとしているのが9番池田選手ですね。さあ構えを見てジャンフロからのトップスピン、相手を崩してミスを誘うといいサーブですね。この瞬間ですね、ジャンフロの入りをしています。完全に打つ瞬間にはもうテイクバック引き切ってジャンプサーブと同じ形ですね。もう一回同じところ、同じサーブ見ていきましょう。この入りですね、ジャンフロかなと思ったら強烈なトップスピン、いやいいサーブですよね。さあそのまま今度は2本目のサーブを続けて見ていきましょう。先ほどはトップスピンの強烈なサーブで崩していったんですが、2本目、入り方はジャンフロー無回転、タイミングはずれて相手が崩れる、イージーな形を作って残念ながら点数にはなりませんでしたが、いいサーブ。今週のいいねの VC 長野池田選手でした。池田選手のチームは残念ながら2回戦敗退となってしまいましたが、来年の1月8日の大分三好戦からまたご活躍されることと思います。また他にもハイブリッドサーブを実践している選手が見受けられましたが、天皇杯皇后杯については AI 撮影のカメラのためサーブを打っているところが見切れていたりと映像がはっきりと確認できませんでした。現地で観戦される方はぜひこうした点にも注目していただければと思います。最後に今週の試合情報についてです。今週はなんといっても天皇杯皇后杯の準決勝決勝です。大会の詳細については概要欄のリンクからご覧いただければ幸いです。男女ともに準決勝については先週同様スタディアムチューブで、決勝戦は BS1 でライブ配信されるのでお見逃しなく。といったところで今回の動画を終わりにしたいと思います。もし今回の動画からサーブのスピードを測ってみたいなと思った方はコメント欄の方に実際に V リーグや大学のトップチームで使われているスピードガンのリンクを貼っておくので参考にしてもらえればと思います。またこの動画をいいねと思った方はグッドボタンと、まだ見ぬ新しいリーグ新しいチームの設立に向けてチャンネル登録の方をよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。またね。